エグザイル静岡で大人の打ち上げ満喫旅。イエーイ。皆さん盛り上がってますか。派手ですね。派手だね。派手ですね。今日ですか。はい、何やってんだよ。え、何やってんだよ。何やってんだよ。何やってんだよ。あの、その今日あの満喫旅をみんなでやりたいなって仕事で。それくれないんだね。ねくれないんだ。もうね、やっぱわざわざ5章だからね。もう忘れちゃったからね。時間経っちゃってね。はい。はい、何やってんだよ。ちょっと沼津に響いた、ね、何やってんだよの振りが何やってんだよ、ね、何やってんだよ、ちょっと雑すぎませんか、すごい今考えちゃったんですよ、ね、さあ CL が開局して今年で4周年ということで、はい、まあ、毎年ね、ありがとうございます、ね、おめでとうございます。まあ、毎年その周年ごとに CL で夏にはこうね、はい、特番というか、はい、イベントだったりとかやってきておりましたけども、はい、去年は、うん、僕らで居酒屋エグザイルで、はい、大人の夏祭りと題しまして、はい、やりましたね、いろいろやりましたけど、はいはい、覚えてますか。覚えてますね。なんかイントロクイズやったりとか、はいはいはい、逆に言ったらあれから1年あれあれもう1年あれ、あれもっと前じゃない、もっと前じゃない、全然前、あれ2年前だよ、3年前だよ、あれ去年だよ。1年でメンバー減ったね。エグザイルが前もこのメンバーだったよ。そうだよ、しっかりこのメンバー変わっちゃいだけど、まあ、今年は大幅リニューアルということで、はい、CL フォースアアニバーサリースペシャルウィークと題して、僕らがこれあの参加させてもらうのは2日目の企画となっております。なるほど、ありがとうございます。高弘くんのライブツアー、はい、そうですね、フルスロット、はい、そして、セカンドのライブツアーザ・ファイスト・カウボーイズが一旦、はい、まあ、うん、無事に、はい、両者ともに5月、はいはい、ね、ファイナルを迎えたということ、はい、ありがとう、はい、ありがとうございました。今回はそのライブの打ち上げを、はい、なんと温泉旅館、おお、いいじゃない、やらせていただけるということで、だから静岡 の、 そうなんですよ、 CL さんがもうこの企画を、なるほど、持ってきていただきました、うん、もうちょっと日が暮れてからのがいいんじゃない、温泉だったらね、こんな真っ昼間から来ることないし、まあまあね、大人の旅なんでね、僕ら省エネでやる人たちが多いでしょ、うん、夕方から撮ってたらね、尺取れないんですよ。なるほどね、正論、正論、長く撮っとかないとね。そうなんですよ、ダメなんだ、はい、さあそして今日伺う宿はですね、はい、あの将棋の藤井聡太七冠が最高棋戦竜王戦を行った格式と伝統のある超有名旅館での大宴会をご用意していただいております。やったぜ、いいわ、ご褒美 ね、 ね、ご褒美を、ね、ありがたいですよ、いただきたいですよね。だからまあ今日はゆっくり楽しみながら、はい、その大宴会に向かい、ようこそ静岡へ。おお、あれ、おお、どうしたの。お世話紹介します。エグザイルの新メンバーの、あれ、新メンバー、違います。今日はあの皆さんのツアー の、 あのお疲れ様会ということで、はい、僕とも少し癒せたらなと思いまして、はい、あのツアーコンダクター、ツアーコンダクターを務めさせていただきます。はい、サイキックフィーバーの中西翔吾です、よろしくお願いします。大丈夫、もうせっかくまあ静岡まで来ましたので、はいはい、あの僕中西涼雅が静岡のおすすめスポットを皆さんにご案内しながら、あの最終目的地 の、 あの打ち上げの、うん、宿にご案内したいなと思っています、はいはい、それでは早速皆さんが癒される中西涼雅ツアーをご説明いたします。中西涼雅ツアー、静岡出身なの。違います。あ、違う。よく来れたな。本日最終目的地で行われる宴会なんですけども、さまざまな宴会プランをご用意させていただきました。はい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 、まずはですね、一番上ですね、はい、お一人様5万円の殿様型宴会コースからずらっとあるんですけども、一番スタンダードな宴会だと1万円の通常コースですね、通常の宴会コースとなっています。そして、その下になりますと、会場で召し上がっていただくのはワンコイン弁当ですね。そうでしょ、はい、1人500円になります。おいおい、総額3000円で済んじゃうんだ、 CL さん。コスパ、コスパいいですよね。これはだいぶ差があるね、はい、今皆さんにご用意しているのは一番スタンダードなコースになっています。あ、なるほど、はい、なので1万円のコースですね、うん、なのであの僕がおすすめする静岡のスポットにお連れして、はい、そこで皆さんにあのミッションをお出しします。そのミッションにクリアすれば通常のプランから
徐々に上がっていくと。なるほど。はい、だから昼間からね。そのミッションっていうのはチーム戦なの？これはですね、個人戦です。個人戦、はい、なのでメンバーのバラバラです。なので本当に誰かだけがこのお弁当を食べてる可能性もありますね。ああ、ってことだね。はい。それ、メンバー間の歪みが出てきそう。絶対出るよ。確かにそうですよね。慰安旅行というなら静岡まで来て500円はきついわ。そうだね。それではですね、どんどん宴会の時間がなくなってしまいますので、はい、早速移動していくんですけども、はい、今日は皆さんのためにこんなものをご準備しました。はい。お、貸し切りバス。こちらですね。これ、これ乗れんの？これだ。こちらハワイご用意していただきましたので、こちらに乗って皆さんで移動していきたいなと思います。